それでは本日もこちらをやっていきたいと思います。ナビカスタマイザーで、そもそもアタックとラビット、あ、どちらでもいいんだ。ようこそ、ここはマサカリ姫の電脳世界。これからこの伊方に乗って漕ぎ出す水の流れは、マサカリ姫が主人公のお話の流れなんだ。しかし、ぬいぐるみロボが暴走しちゃってる以上、何が起こるか僕にもわからない。ぬいぐるみロボと俺にはこの電脳の一番奥に設置されてる停止スイッチを押さなきゃならないんだ。普通ならぬいぐるみロボに異常があった場合、自動で作動するはずだけど、今それが効いていない。停止スイッチ何か起こってるに違いない。危険な冒険になるかもしれないけど、それでも出発するかい？だし、出発しないと話が進まないんだもん。オッケー！それではドキドキハラハラのクルーズへレッツゴー！マサカリ姫はなぜかマサカリが大好きなお姫様です。しかし、最近どうも様子が変です。いつも木を切ったり薪割りに使っていたマサカリを、何々に使って身だしなみを気にしている毎日。どうやら隣の国のトマホーク王子に恋をしてるらしいのです。市場が欠けてるね。そうか。物語の流れが途切れてしまったせいで、ぬいぐるみロボは暴走してたんだ。どうすればいいの？この通路の下に欠けてしまってる部分のお話データがあります。それを持ってきてこの扉にセットすれば道は開かれるでしょう。よし、立ってくるよ。気をつけてください。お話データの中には間違ったデータもあります。正しいお話データを選んできてください。それにイカダの上とは違ってウイルスもたくさん出てきます。で、ここからワープしてお話データを持ってくると。で、もうこれもクリアの選択肢は全部見ています。カンニングです。で、まずお話データがどこにあるかという。これはお話データではなく、こりゃまた。完璧にあれ自分で自滅してくれたわ。お話してたら鏡と書かれている。で、この鏡の代わりにしてというので、OK です。出てくる敵は全部これですかい。バスターパックありがてー。お話データを持ってきましたね。データを扉にセットしてください。正しい物語が完成すれば扉は開かれるでしょう。マサカリ姫はなぜかマサカリが大好きなお姫様です。しかし最近どうも様子が変です。いつも木を切ったり薪割りに使っていたマサカリを鏡に使って身だしなみを気にしている毎日。どうやら隣の国のトマホーク王子に恋をしてるらしいのです。やったー、これで先へと進めます。それでは最初パーツ。マサカリ姫の美しさと力強さに嫉妬している魔女は、姫が恋したトマホーク王子を魔女の中に閉じ込めてしまいました。それを知ったマサカリ姫は王子を助けるためにたった一人森へと入っていきました。
なあ、奴に当てるつもりが。大木ついでだからこれを持ってってナビカスヒットポイント50、多分今のでは入らない。この調子でどんどん行こう。いたそうですって、そういうのはね、言わないお約束。説教してどうすんね、キス鳴らしてどうすんね。大木に念仏や、うん。ガンデルソル、ありがてえ。なるほど、これで一つの物語が語られたわけだね。で最後に停止スイッチを押すとウイルスが出てくるんで、はーい、到着、お疲れ様でした。ボタンを押すと同時にウイルスが飛び出してきた。どちらでもとりあえず、うわい、一発で倒せなかった。停止スイッチ押したよ。
よし、こっちも完全に止まったみたいだ。中央広場の方だ。あっちにもいるのか。行くぞ、6番。うん。中央広場で、違うっちゃね。みんな落ち着いて、なんて言いながら、畜生。サボった罰ですか。いや、それではレッツゴー。早いですね、今度は。ウィザードックは魔法使いの犬です。見た目こそ犬ですが、その魔法の腕は抜群。水の町レチネア、ネネチアの人気者です。しかし、そんなウィザードックにも一人だけ厄介な相手がいます。同じ町に住む長年のライバルです。お互い魔法の実力もほぼ同じぐらい文字通り犬猿の仲なのです。犬猿の仲っていうことは、お猿さんです。モンキー。そういや、志村動物園では、その犬猿の仲だったのが、一緒に買い物するという演出があったな。ジェームズはもう死んじゃったけれども、パンクはまだ元気かな。ウィザーキャット、犬猿の中がウィザーモンキー。次にこいつもいただいて、ストーンキューブ。ありがてえところに来てくれた。ウィザードックは魔法使いの犬です。見た目こそ犬ですが、その魔法の腕は抜群。水の魔人、同じ町に住む長年のライバル、ウィザーモンキーです。お互い魔法の実力もほぼ同じぐらいで、文字通り犬猿の仲なのです。しかし、このライバル二人が手を組まなければならない大事件が発生しました。レネチアの町に邪悪な魔術師が現れたのです。ウィザードックとウィザーモンキーがこれを迎え撃ちますが、魔術師が使ったによって大ピンチに陥ってしまいます。魔法が使えないと二人はただの犬と猿同然です。アホ、上押し忘れた。で、この奥にデータがあるんですよ。ヒットポイントメモリはありがたい。ああ、惜しい。
相変わらず勝手に当たってくれるとありがたいですな。それを仕掛けておいて何を言うかってな感じですけど。魔法封じによって大ピンチに陥ってしまいます。魔法が使えないと二人はただの犬と猿同然です。魔術師の攻撃により魔法を封じられた。変なもんが出てくる。大ピンチのウィザードックとウィザーモンキー。しかし唯一持ち味であった魔法を封じられたその瞬間、二人の動物としての本能が目を覚ましたのです。ウィザードックは犬の特徴であるのいない生かし素早く動き回る魔術師を逃がしません。ウィザーモンキーは猿特有の素早い動きで魔術師の顔にしがみついて攻撃で魔術師の顔を傷だらけにしました。たまにかねた魔術師は通りに変身してバサバサと逃げていきました。二人の協力でレネチアの平和を守れたわけですが、再び魔法が使えるようになった二人は元通りの犬猿の中に戻ってしまったら飽きませんが戻ってしまったのでした。これは二箇所欠けてるね。ということはお話データが二つ必要ということです。欠けている部分は一度にセットしなければならないので二つ一緒に持ってきてください。でここのデータも見逃してはいませんよ。まあ厄介なのお主だからな。バルカン2、うん、花の良さ間違いこれ持っていかずに何持っていくっちゅうね。花の良さと引っかき、花の良さを生かして素早く動き回る魔術師を逃がしません。リザーモンキーは猿特有の素早い動きで魔術師の顔にしがみついて引っかき攻撃で魔術師の体を傷だらけにしました。鳥に変身してバサバサと逃げていきました。おかしいですね、イカダの故障かな。動き出しましたね。おっと、そんなに心配そうな顔しないで。イカダの上は安全なんですからいいよ、本当に。足元にお気をつけて。ずる、ビチャッとが。ねえ、そう。ねえ。
よし、こっちも OK だ。今度はあっちか。行くぞ、6番。んで、続いては吸血鬼の館。は一つ後だった。いやあ、待ってたよ。ここはブリキングの念の世界。知っての通り、ブリキングは現在暴走中だ。何が起こるかわからないけど。なんだ、出発していきなり。ちょっと待っててくださいね。なんか変だな。誰かに見られてるような感じがする。で、ここでは戦争と感情です。まあ、お笑いも確かにないとは思いますけどね。だよ、おお、ありがてん。下に降りたかと思ったら。で、小鳥とダンス。まあ、叩きのようになってくれないかな。おい、なってくれた。ありがてえ。ナビカスチャージ1。ダンス、得意のダンス、ゾンビ。得意のタンス。なんだ？イカナの下から何かが、うだー！ウイルス！まさかイカダの上にまでウイルスが来るなんて今までこんなことなかったのに。
だけど一回追っ払ったんだからもう大丈夫でしょう。さあ気を取り直して出発。ブリキングが再感情を持ったことで自分の罪の重さに気づいて自分自身が何になるか。政治家いや農作業ロボ、うん、おもちゃの部品、これですよね。トラブルもありましたが無事到着。お疲れ様でした。なくさ、ずれた。こっちも大丈夫だ。んでも、もしもし。わかった。俺が行くから目のそこ動くな。なあ、任せとけって。ロクマン、吸血鬼の館に向かうぞ。急ごう。んで、吸血鬼の館ってのは、肝試しか。あのぬいぐるみの子の仕業みたいだね。ちょっと危ないけど、さっき来た時の記憶を頼りに進もうかないよ。そうみたいだな。よし、思い切って行くぜ。正直全然覚えちゃいないけど。
牙をむき出し目を光らせ、今にも飛びかかってきそうだ。ネット君、このエリア、今までのエリアと雰囲気が全然違う。なんだろう、危険な匂いがする。俺もたたらぬ雰囲気を感じていたところだぜ。けど、今ここでビクビクしてるわけにはいかないよね。なあ、全身あるのみだ。行くぜ、6番。どうした、6番。わからない。今一瞬、邪悪な力が、体の中を走り抜けたような。でも、もう大丈夫。さあ、先を急ごう。ようこそ。ここはドラッキーの電脳世界。太陽少年とヴァンパイアの戦いを描いた物語です。外で暴走がどうとか騒いでいますが、気にすることはありません。早速出発しますか？わかりました。それでは出発します。なあ！そんなに驚くことはありませんよ。で、今回はガンデルソル、シンクのマフラー、シンクのマフラーとあ、くそ。シンクのパンツ、太陽の精霊王天子様、もちろんここのデータもゲットして、ガードしていても効くんだ。
おこてんじゃねえ、おてんこだ。太陽の光。月の光。おてんこ様と。今必要なのはおてんこ様なんで、正直もう一つすぐに必要なんですけれども。一つすぐにある。同じところの次は太陽の光。そう。ね。どうも、あの2でのロックマンが動いたらこいつが動くっていうパターンに慣れてしまって。だろう。何でもありませんよ、ご心配なく。あれ、なんだか戻ってない。おやおや、困りましたね。どうやら話の流れが変わってしまっているようです。また引き返してしまう前に、新しい物語のシーンを選ばなければ。
し、ここで正しい流れを選べばいいんだな。おめでとうございます。いよいよ最後の扉です。で、ここでは天窓と太陽、天魔太陽ではありませんよ。雨宮太陽でもありませんよ。稲妻イレブン GO じゃねえちゅうね。リカバリー80。お母さん天窓、で降りたらすぐにバトルになるそうですので、天窓太陽、ずれた。やくそ。一発ずれた。あれ？お疲れ様でした。さあ早くスイッチのところへ行かれてはどうです？しましたか。ここに停止スイッチはないの。ああ、あのスイッチか。邪魔なんで消させてもらったよ。そのかい、お前もつかせ。あの通りだよ。私が書き換えた太陽少年ジャンゴのストーリーはどうだったかね。
久しぶりだね。先日は私の部下がお世話になったね。私の目的はもう知っているだろ。タクチップか。その通り。本当は君にプレゼントしたいのだが、あいにくそのデータは特別なんでね。それをバレてしまったら私も指導者様に顔向けができんのだよ。キッヒー。なかなかやるな。それにさっきまでのぬいぐるみロボの電脳攻略、デリートするには惜しいナビだ。おとなしくダークチップを渡せば命だけは助けてやろう。もうすでにお前の中にダークソウルが芽生えているようだしな。場合によってはネビラに入れてやっても構わないぞ。ダークソウル！お前も知らぬ間にダークチップに見入られていたようだな。早くそのチップを渡すんだ。少し、時間をくれないか。いいだろう。せいぜいオペレーターと相談するがいい。ネット君。俺もお前と同じ気持ちだと思うぜ。ああ、それでいい。さあ、それをこっちに起こすんだ。ネット君、行くよ。これが僕たちの答えだ。やったぜ。そんな闇のチップのおさばらしとくわけにはいかないぜ。それに俺たちはお前の仲間になるつもりはない。貴様ら許さんぞ。最後の一滴までエネルギーを吸い尽くしてやる。ネット君来るよ。任せろ。バトルベレーションセットイン。小賢しい闇の力を思い知れ。で、ここでは正直何の攻撃も通用しません。これも当たりますが、でこいつを倒す方法は、もちろんガッツパンチもダメです。このダークソードが現れた時にこれで切るしか方法はありません。これを使ったな。これでお前も我らダークサイドの一員で闇の深淵に沈むがいい。私の体を滅びるが、闇の力をお前の心の中に。自分の心の闇を垣間見るたび私を思い出せ。どういうことだ。もうすでに見られているはずだ。へっへ。闇に帰る時が来たようだ。へえ。闇の力、チップフォルダに突然現れたあのチップ、もうすごいパワーだった。気にすることないさ。確かにダークチップは使っちまったけど、ダークチップ自体はもうないんだし。さ、プラグアウトしようぜ。シャイロマン倒れてこっちのぬいぐるみロボも止まったみたいだし。そらね、プラグアウトするよ。あ、助かった。本当にありがとう。幸い怪我にも出なかったし、そっちのお嬢さんもありがとうね。けど、オープンしたばかりのテーマパークでいきなりこんな事件が起こった。客足に影響がなければいいんだが。もちろんしたよ。そろそろ来る頃じゃないかな。ほら、噂をすれば。
小学生が一人で暴走するとロボットを止めたと聞いていたが、やはり貴様か。まあ、エザ、ネビラって何者なんだ。やはり奴らの仕業だったのか。ダークチップシンジケートネビラとは、世界を股にかけて活動する犯罪集団だ。今までワールドスリーやゴスペルの影に隠れていたが、最近になって活発に動き出した。世界的な犯罪集団。そうだ。奴らはあらゆる犯罪に手を染め、さらにネットワーク法で禁じられているダークチップを取引している。しかしその組織のボスの正体はもちろん、組織の存在そのものが謎に包まれている。ありに、ワールド3より立ちが悪い。謎の組織か。それより、ダークチップはつかなかっただろうな。ダークチップは使った者の心を支配するだけでなく、その体までも蝕んでいく。ダークチップを使ったのみのマックスヒットポイントが一部あるだという報告もある。ダークチップに奪われたヒットポイントは二度と戻ることはない。貴様たちが闇に手を染めるなどということは考えにくいが、一応忠告しておいてやる。まあ、そうだな。ダークチップシンジケート、ネビラ。ダークチップのマスターデート、ダークチップのマスターデートとシェードマンが消されたか。我が組織にとって多少の痛手ではあるが、その代償としていい素材を見つけることができた。ロックマン。生きのいいダークソウルが手に入りそうだな。確かさ、この間来たメールじゃさ、今日がフォークトーナメントの開催日じゃなかったっけ？そうだね。この後のメールは何かの間違いだったのかな？はいはい。はい、どちら様ですか？私、日本ネットバトル協会の者です。あ、ちょっと待って。お邪魔します。ネットくんですよね。あ、はい。今日はあなたにこれを渡しに来ました。あ、何ですかこれ。これはバトラーズポイントです。このポイントを集めることがフォークトーナメントへの予選になります。現実世界、電脳世界のあちこちにこのポイントデータが散らばっています。手段は問いません。とにかくポイントを50ポイント貯めることができれば、晴れてフォークトーナメントに出場することができるのです。バトラーズポイント50ポイント貯めるか。50ポイント貯まったら、シェロカスティリオのお城の前まで来てください。それでは、頑張ってください。かなり漠然とした説明だったけど、トロのつまり、ポイントデータを探して50ポイント貯めればいいんだな。みたいだね。けど、今回の大会に優勝したら、日本一のネットバトラーってことやな。ガゼ燃えてきたぜ！やれやれやってやるぜ！頑張ろうね！まあこれはとにかくポイントを集めるだけ集めろってことです。まあとりあえずここまでにしておきたいと思いますと。それでは失礼します。